ウォレスと、グルミット野菜畑で、大ピンチ。は、これまで数本の短編、中編映画が制作されていた、クレイアニメ作品、ウォレスと、グルミットシリーズ初の長編映画であり、制作には5年半もの月日が費やされた。第33回、アニー賞全10部門及び第78回アカデミー賞の、長編アニメ賞を受賞。アニメーション制作は、アードマンアニメーションズ、 町の住人は、畑の野菜を荒らし回るウサギたちに頭を悩ませていた。年に一度の巨大野菜コンテストが迫っていたからだ。ウォレスとグルミットは、外獣駆除隊、アンチペストを設立し、ウサギの捕獲にあたる。ウサギによる被害も減少し、コンテストの主催者である町一番のビジョレディトッティントンを、ひと安心。さて、心優しいウォレスはウサギたちを殺せずに、 地下室で飼い始めたがその数は増える一方、そこで発明品、心コ,コ,コントローラーを使って、ウサギたちを野菜嫌いにすることを思いつく。ある満月の万遂に実験が成功し、人参嫌いのウサギを生み出すことに成功。そのウサギをハッチと名付け、一輪だけ別の檻に閉じ込めて、意気揚々のウォレスであった。これで一見落着かと思われた矢先、街中の野菜畑が、 未曾有の被害を受ける。目撃した司祭の話によれば、その犯人は巨大なウサギの怪物だったという。街の人々からの信頼を失いかけた二人だったが、レティとティントンの弁護で巨大ウサギ捕獲のチャンスをもう一度もらえることになった。その頃、レティの心をトめんとする強引で自分勝手な貴族、ビクターも、レティの気を引くために、巨大ウサギ退治を勝手に引き受けた。 ウォレスとグルミットは街の野菜を守り切ることができるのかそして巨大ウサギの正体とはないは日本語吹き替え。コナミからフロンティアデベロップメンツが開発したプレイステーション2用のアクションアドベンチャーゲームウォレスとグルミット野菜畑で大ピンチの日本語版が2006年3月16日に発売された。ありがとうございます。